コンピュータ歴史博物館所蔵のギャラクシーゲーム、ギャラクシーゲームは現在分かっている限りでは世界初のコイント入式コンピュータゲームである。このマシンは1971年9月にスタンフォード大学のトレイシーダーユニオンに設置された。この2ヶ月前には世界初の量産コンピュータゲーム機かつ世界初のアーケードゲーム機であるコンピュータースペースがリリースされている。 当初は1台のみが製造されたが、後に複数のコンソールが導入され、それぞれのコンソールを通じて対戦プレイが可能となった。このゲームはビルピッツとヒュータックによってプログラムされた。コンピュータースペースと同様にこのゲームも1960年代初頭に PDP-1 上で動作するように作成され、様々なプラットフォームに移植されたスペースウォーの 派生バージョンの一つであった。このコイン動作式ゲーム機は、ベクターディスプレイを備えた DC-PDP-11-20 を組み込んでいた。このハードウェアの価格はアメリカドル2万ドルであった。1972年6月、このハードウェアはコンソール4台から8台まで処理ができるように、プロセッサがグレードアップされた。1ゲーム10セント、3ゲーム25セントで、 プレイすることができた。このゲームはキャンパス内で人気が出て長い時は1時間待ちの状態であった。このゲーム機は1979年5月にディスプレイプロセッサの不具合により撤去された。このマシンは1997年に修復されカリフォルニア州マウンテンビューコンピュータ歴史博物館に所蔵されている。2010年8月 その博物館は、ギャラクシーゲームのコンソールを Google に、本社グッゲルプレックス構内に展示しプレイできるよう、貸し付けた。ありがとうございます。